はい、じゃあ今回もサイドミッションどんどんやっていこうかな。ってことでね、目の前にシシーがいるんでね、ちょっと話しかけてみようかな。もし私が何か望んでいるとしたら、おう、シシー、シシー、お店の前でどうしたの？キドゥンは放射祭、放射祭でいいのかなって知ってる？よくは知らないけど、大切な相手に感謝を伝える記念日だっけ？大きい。だから贈り物をしたくて、私からリザに。でも何を買えばいいのかわからなくて。やっと。確かにあのリザが欲しいもの、私も思いつかない。私いつも迷惑ばっかりかけてるから、今日くらいちゃんと。あのさ、直接聞こうよ、何が欲しいか。ん？え、誰に？誰にって、リザにだよ。え、そんなの無理だよ、めっちゃ泣きそう。麦なんかじゃないよ、聞きに行くよ。シシー連れて聞きに行けど。シシー、一緒に行こうぜ。シシーが見えない。シシーが見えないよ。シシーいるの？あ、シシー。シシー。めっちゃ飛んでったけど。シシーかわいいな。俺の中で今んところグラビティデイズのキャラクターの中でシシーダントツでかわいいわ。やっぱりできない。キトゥン、代わりに聞いてきて。まあどうしても無理ならいいけど。私がさりげなく自然な感じで直接リザに聞いてみるね。大丈夫なの？うわ、我の欲しいものだと。うん、そうだな、集落の者の健康、そして採掘業の安定だな。あー、そういうのじゃないんです、リザさん、そういうのじゃないんです。はい、それ規模大きいな。もっとあの お小遣い程度で買えるもので何か。うじゅ、なぜそんなことを聞く。それはだって今日は、シシーがリザに贈り物をすることバレちゃダメだよね。あ、別に特に記念日とかそういうのは関係なくて、単なる好奇心です。そういえば私には用事があったんだ、だからもう行かなくちゃ。じゃあね。露骨すぎるよ、キテン。しかも何も聞けてないやん。ラーフ、若い娘はよくわからぬ。プレオラ、シシー、ごめん、さりげなく自然に聞き出すのは無理だった。そう、起点が無理なら私はもっと無理。シシー、あのさ、作戦を変えて集落の大人たちに聞いてみない？もしかして誰かがリザの好みを知ってるかも。ルキス、ね、二手に分かれて聞いてこようよ。それだったらいけるかもね。シシ大丈夫？一人で大丈夫かい？シシ、あ、ちゃんと聞いてくれね。リザに贈り物？ああ、放射祭ね。でもね、贈り物を渡してリザが喜ぶかしら。なんで？贈り物もらったら誰でも嬉しいと思うよね。
そうだけどリザの場合質実後合憲倹約第一みたいな感じじゃない？昔ジルガパララオの男がリザに言い寄って花を持ってきた時もリザったら飾る花など無駄だって言ってさ、煮込み鍋に入れて食べちゃった食べちゃったの。それはそれでちょっとすごいけどね。シシシシどうする？本当にリザに贈り物する？それでも贈りたい。でもお花はやめておく。そうだね、花以外で何か他の人にも聞いてみよう。お花食べちゃうんだ。ちょっとそれは他にこれ誰に、これシシーについていく感じかな。なんかあんのかな。あったあったあった。やっぱね、感謝の気持ちはねちゃんと表したよね。おお、リザの欲しいもの？新しい作戦とかか？そういうんじゃなくて、もっとお小遣いで買えるようなもので贈り物ね。リザは自分のことには金をかけないからな。リザに贈り物って難しいな。使えねえな、お前よ。お前だってよ、本当はキテに何か贈り物したいと思っているんでしょうが。はい、すいませんでした。こっち側、反対側。痛い。なんかなんとなく指導な気がするけど違かったわ。よかった。なんか指導がいたところでなんか物漁ってないこの人。リザの好きなもの？そりゃ酒じゃないか。よく飲んでくだろ。不思議なことに酔ったところは見たことねえがな。お酒ね、シシーからの贈り物っぽくないな。まあ確かにね、お酒ってね、まあおリザの好み？それガワナには聞いたか？ガワナまだだけど、ガワナはリザの世話役だ。世話係だ。リザのことならガワナに聞くのが一番だ。なるほど、ガワナに聞いてみる。おう、今なら家畜小屋に行くと思うぜ。家畜になってんのかな。ガワナいつの間にか家畜になってんのかな。私はもう年だから、もう家畜になることにしたんじゃみたいな。俺は何を言ってるの。家畜になるセカンドライフも案外いいもんじゃの。はあ、なるほどな。リザ様への贈り物を何にするか悩んでおると。確かにリザ様は好意を受けることに慣れておらんからの。幼い頃はお人形遊びも多少されることがあったが、さすがに今はな。ガワナでもリザの好みはよくわからないんだな。とりあえずシシーと一度合流しよう。作戦練り直さないとだ。そっか、シシーを探せ。何そのウォーリーを探せみたいな。シシー最初のところにいない？シシーこの辺にいなかったっけ。あれ、シシーどこ。シシー
シシ、大丈夫だよ。隠げてないで出ておいで。シシ、シシどこ行ったの？シシ、ちょっとマップに映ってないからシシどこにいるか分かんないんだけど、シシ、シシ、ちょっとこっちにいないかな。シシ、おいシシ、知らねえか。シシ、チラ見だけすんなや。シシどこ行ったの？そんな遠くには行ってないと思うけど、人がいそうなところにとりあえず。あぶな、あー、階段の裏側に。シーシーどこ？シーシー、シーシー、お前まだ物漁ってんの？シーシー、働き者だね。シーシー、ちょっとシーシー、あれ、シーシーどこ行ったんだ？シーシーいた。シドウのとこ。シーシー、シドウと何そんなイチャイチャしてんの？キテン、あ、キテン、シドウがおすすめ教えてくれたよ。え、シドウが、うん、この町で祝福じゃないな、幸福の双子って人形が流行っているのを知ってるかい？なんでそんな情報知ってんの？その人形を揃えて送ると、送られた相手に幸せが舞い込むって評判らしいぜ。おお、へえ、そんなのが流行ってくんだ。シドウ、この町の噂にまで情報通になってる。フラフラしてるおかげか。シーラ、そっか、幸せになる人形か。それいいんじゃない？リザも昔はお人形遊びしてたってガワナも言ってたしね。うん、セド？ねえシド、幸福の双子はどこで売ってくの？フェスは、どこだったかな。確か市場のどこかって聞いたような。イブ、もう肝心な情報は適当なんだから。ロキス、とりあえず市場に行って探してみる。行こう、シシ。エフレッタ、うん、あのシド、ありがとう。どうや、リザに贈り物、喜んでもらえるといいな。店はあっちの市場だよ。大体の道知ってんだね。シドウはまあちょっと厄介だけど、面倒見はいいからね。なんだかんだね、あのトラブルメーカーだよね。世話好きのトラブルメーカーだよね。だよね。よし、この辺。スプレーラー、よーし、幸福の双子人形が売ってるお店を探すぞ。シシ、ありそうなお店を見つけたら教えてね、シシ。うん。あれ、これ下ろせないんだよ。ねえ、シシこのままなの？あのお店はどう？お前なんかどっかで見たことあるな。今度はあっち、どっち？ああ、ここ。お前もどっかで見たことあんな。売り切れとかあんの？そんないろんなとこで売ってんの？あとは？この辺は？この辺は違うかな。そんないろんなとこで売ってんの？どこ？
あ、ここ？あ、売ってない。売ってないっていうか売り切れ。はい。お。人形あるって。やった。変えたよ。幸せを呼ぶお人形パララオくん。よかった、見せて見せて。何のポーズそれ。可愛くはないね。なんていうか個性的。あのね、でもね、これだけじゃダメなんだ、足りないの。次のジルガちゃんを買えなかったの、売り切れてた。 あ、そうか、双子の人形だから2体揃えないと。わ、私はいつもこう、何もうまくいかない。そんな泣かないでジジイ、泣かないで、涙は似合わないよ。すまねえな、俺がもう少し多めに仕入れておけばよかった。ここだけの話だが、まだ在庫が残ってる店を紹介できるかもしれない。ラビフォー？あ、本当？そのお店の場所教えて。うん。ああ、いいよ。そのお店の場所は。ってか思ったんだけどさ、あの双子で初めてあの幸せが舞い込むっていう、あっちに行って。そう、え、何？急な覚え芸なの？あ、ここ。あのおばちゃんのとこね。はーい。いや、だからさ、あの双子で初めて意味をなすのになんで片方だけ売り切れとかあんの？あそこの店ね。大丈夫だよ、シシ。まだ間に合う。ん？おい、聞いたか？まだあのお店なら残ってるってよ。急がなきゃ。大事な取引先への贈り物だもの。二つ揃えないと贈る意味がないわ。ジルガちゃんを狙ってる人が他にも。急いで先に買わないと。ダスティ？ダスキー、ダスティ急ぐよ。ダスキンって言いそうになった。全速力。ミャー！え、違う。ダスティが走るんじゃなくて。ダスティ早っ。ちょい、これ大丈夫なの？誰よりも先にとか言ってるけどさ。間に合わなかった。誰が一番だったの？え、これって何？近道とかあんの？ダスティー、ダスティー、ダスティー、猫ちゃん早かったわね。とてもじゃないけど追いつけなかったわ。まさに黒き閃光、人形を買う権利は君の無駄だ。いいの、ね、猫そんな権利はあるの？ダスティの権利は飼い主の私の権利、結果的にはよしだ。ジュパール、あらあら大騒ぎだね。でお目当てのものは何かしらね。あ、はい、ジルガちゃんってまだ残ってます？あら、ちょっと前に売り切れちゃったわよ、ごめんなさいね。おじゅし、そんな無駄足だったってこと？なんかメイちゃんって言いそうな。残念だったね、ダスティ。残念、ダスティ。お前よくやったよ。ごめんね。結局手に入らなかった。
私キテンとダスティが頑張ってくれて嬉しかった。やっと。あのさ、片方足りないけど贈り物これでいいと思う。ビヨン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 っていう SE やめや。ロキス。一番大事なことはシシーの感謝の気持ちを伝えることだよ。なー。キテン。キテン。ダスティ。確かにね。うん、気持ちって何にも勝るからね、やっぱり。逆にね、気持ちがこもってない贈り物なんてね、誰も望まないからね。皆さんは何か贈り物をした経験はありますか？私はあります。何の話をしてるんだ。シシ、落ちるよ。よっしゃ。ついこの間も母の日と、あと父親の誕生日があったね。うん。何の話をしてんの。あーシーシー頑張って。我に何の用事は。シシー。ほらシシー。あず。あのねリザ、今日は放射祭だから、だからあの。エヴプール。リザ、いつもありがとう。片方しかないけど、この人形。ぽやいやいやいや。リザはいらないって言うかもしれないけど、どうしても渡したくて。あ。ほう。本当は双子のお人形なの。でも一つしか買えなくて、ごめんなさい。あの。謝る必要はない。嘘でしょ。持ってたんかい。ほうや。リザ、その人形。ラウシュ。ジルガちゃんだ。パラロー君が手に入らなかったのでな。考えあぐねていたが、どこかそなたに似ている気がして、手元に置きたくなったのだ。似てる？それ。似てるか？プラ？シシ、この人形をもらってはくれぬか。エブレッタ。リザ、ありがとう。うわぁ、偶然にも2体揃った。放射祭の奇跡。リザとシシ、お互いの気持ちが通じ合ってる証拠だね。証拠っていうか、証だね。それにしても、この人形どう見てもシシには似てないよね。そもそも双子なのかとか。考えちゃダメだ。いいね。お、タリスマン。おお、はい。ちょっとこの感動の光景をちょっとシャッターに収めてもいいかな。なんか。旗から見ると完全になんか怒られてるみたいな感じになってるけど大丈夫？撮影しますよ。はい、皆さん笑って、二人とも、はい、笑って、はーい、行くよ。はい、チーズ。はい、よし。はい、茶番はこんなんで、タリスマンがどうとか言ってたね。近くのプレシャスジムを音で検知できる。あんまり使わないかな。今あんまり使わないかな。あ、なんか指導が作った
したやつ流行ってくね。それそういう使い方しないよ。じゃあこっちのサイドミッションやってみようかな。